だけチームプレーを感じて思わず泣いてしまった。スクールウォーズかよ。猛虎魂を感じる。矢野先生と相性良さそう。あったけ。ソフトバンクから阪神に来る選手みんな幸せそうよな。めちゃ良い人そう。ソフトバンク競争きつすぎるしな。あと援護点なかったよな。ソフトバンク時代矢野と勝ち合ってたら大変なことになってたと思うわ。チーム外の環境はともかく今の阪神はチームメイトかなり仲良さそうなの感じるしな。居心地はええやろな。きっちり自責背負わされるグリフィンに涙してたんじゃなかったのか。矢野と面識ないのになんで矢野イズム受け継いでるんだよ。パリーグでは味わえなかったドンときてデーンとなる感覚。岡田インタビューで試合中にそんなもんで泣くのはちょっとな。オーンと会話なくてマジで丸くなったな。移籍できてよかったな。まあホークスはチームプレーがなくても個人個人のパワーで強いっていうのが強みなんやろうな。それに合う合わないはあるやろうけど。浩二さんありがとうございます。ウィキペディア見たら地味に藤浪が春夏連覇した時の大阪桐蔭と戦ってた。打たれて泣くやつはようおるけど援護もらって泣くやつは初めて見たかもしれん。まあでもええ話や。味方のプレーに感動して涙って。勝てる勝てるんだ。ロンデンはバント失敗してもニコニコしてるし、ニエセスとか凡退しても何してもニコニコしてるよな。ドンデン試合中に笑うな。試合中のドンデン、わら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 。ドンデンも野球楽しくてしゃあないんやろな。就任時は声ガラガラやったのに。矢野先生がベンチおったらもらい泣きしてそう。コミュニティにて期待の選手や使ってほしい選手、試合の感想や他球団の話などファンの方々と盛り上がれたらと思っています。阪神ファンだけでなく他球団ファンの方もぜひチャンネル登録お願いします。あ、もちろんコメントと高評価も。